ちょっと入院中で、気晴らし帰りということで、昨日、帰ってきたんですけど、家に。まあ、今日もね、2時ぐらいにね、病院に戻るという設定なんですが、船橋、海浜公園で、やってきました。まあ、リハビリを兼ねて、杖なしで、今歩いてるんですが、干潮はね、2時頃なんですが、まあ、その頃には、ね、ちょっと病院戻んなきゃいけないので、またねリハビリが待ってますので、1時間ぐらいねちょっと夏を満喫しようと思って、来ました。まあ、中に入ってみたいと思います。